1422ラジオ日本ラジオ日本銃剣情報センタープレゼンツ賢者の砦賢者の砦。こんばんは、村上めぐみです。小泉ひらきです。銃剣情報センタープレゼンツ賢者の砦、今夜も始まりました。小泉さん、はい、もう12月になっちゃいまして。そうですね、早いですね。もう年終わっちゃうのって感じですね。そうですよね、うん、もう12月といったら、はい、もう忘年会の季節ですからね、はい、もう忘年会といえば肉、肉といえばビーフマン、ビーフマンといえば賢者の砦。はい、何ですかそのぐるぐる回るやつ。どこで止めたらいいのかって。ずっとぐるぐる回っちゃいます。どういうことかと言いますとね、はい、あのビーフマンで忘年会やってくださいってことですよ。そういうことですよね。忘年会には何がおすすめですか。去年とやっぱり同じで、はい、忘年会って言ってやっぱりほらコスパですよ。コスパ、はい、これだけ予算が決まってます。幹事、はい、さんも頭悩ませます、はい、じゃあいくらで一体できるんですかっていうことで、リーズナブルな4980円のコースと6980円のコース2つ用意してますんで、はい、ぜひ、ビーフマンで、はい、忘年会をと。いいですね、うん。ちなみに小泉さんの会社は忘年会って毎年やるんですか。やりますね、ビーフマンで。あ、いいですね、うん、自社で。自社で。お、しかも社員はね、はい、確かただで。ただで。ただで食わします。いい会社でしょ。いい会社ですね、はい、それ私も一緒にラジオやってるからどうですかね。私も今年は忘年会に。どういうことなんですかね、そのまたおねだりぶりはどうなんですか、はい、ダメですか。いや別にいいです。断れないんだもん。いいっちゃいいんですけど。優しいからもう。まあでもね、アルバイトの子たちとかもいるんでね、はい、総勢30人くらいで。ああ、いいですね。やります。楽しいですよね。しかも僕は社員の子供にお年玉をあげてます、はい、それどう、私ラジオやっとる。いや関係ない。なんでお年玉。村上さんの子供がいやあれだけどね。そうですか。そっか、おかしいな。村上さんに俺がお年玉になっちゃうの。よくわかんないですけど、ね、オープニングで。まあまあ、まあ、でもぜひ皆さん、はい、今年の忘年会はビーフマンで楽しいひとときを過ごしていただければなと、ね、はい、お願いします。はい、銃剣情報センタープレゼンツ、今夜も最後までお付き合いください。私たちはハウスドゥです。あなたの家、不動産買い取ります。安心の全国ネットワークハウスドゥ。訪問時にその場で価格提示、ハウスドゥ。安心してお売りください。お問い合わせは 0120-45-3170、 家不動産買い取り専門店、港北ニュータウン店まで。賢者の部屋、混迷の時代を勇敢に生き抜く賢者を招き、これからの未来に立ち向かうために様々な提言や生き残る術を模索する賢者の部屋。今夜お迎えしたゲストは、先週に引き続きプロバスケットボールリーグ B リーグ B1 横浜ビーコルセアーズ背番号3番樺谷正幸選手です。樺谷選手、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやー、先週は樺谷選手が、うん、バスケットボールを始めて、とんがったり、とんがらなかったり、とんがらしたいっすね。とんがったり、みこしを担いだり、いろいろそんなお話だったりとか、ね、横浜ビーコルセアーズ本当に引っ張ってきてくれた選手ならではのいろんなお話を聞けたんですけども、前回はたくさん質問が来ていたんですが、なかなか聞けなかったので、今週は質問多めで、ちょっと、はい、僕の方からいくつか早速なんですがしたいんですけども、はい、まずはですね、はい、河合さん、はい、河合さんものすごくお酒を飲むと好きですね。はい、聞いたことがあるんですが、はい、お酒での失敗談をお願いします。うわー、失敗談、もう分からんすね。失敗談。どう、いやでも量 すごい飲みますよね。飲める方だとは思いますね。ビーフマン来るじゃないですか、はい、全然食ってくんないんですよ。もうマジで食べるよりも、いやいや女の子ですかみたいぐらいしか食べないんですよ。そうですね、ほんと小食ですね。そうですね、なんか1日5回ぐらい食べます。あ、うん、なるほど、はい、それもちょっと女の子みたいですけど、ね、ちょこちょこ食いみたいで、はいはい、あんまりお腹がこういっぱいになるの好きじゃないんで、あ、そうなんですか。何もなんかしたくなくなるじゃないですか、お腹いっぱいになると。 あの感じがすごい嫌で、そうです。だからなんか、あ、美味しいなぐらいでやめたい。やめたいんですね、はい、また食べたいなぐらいでちょっとやめたい。じゃあ食べるよりも飲む量の方が多いですか、お酒飲むときは。お酒飲むときはそうですね、お酒飲むって決めたら飲む方がそれは多いですよね、はい、アスリートっぽくないんだよ、あの出方が。
どうですかね、もっと食べてくださいよっていう感じでしたもんね。そんな食べてもって思いますよね。でもお酒強そうなイメージがあるんですけど、はい、なんかこう失敗とかするんですか？ありますよ。てか言えないですなんですかこの質問、言えないです失敗ですからね、だって、まあ、じゃあプチ失敗ぐらいなんじゃないですか。プチ失敗、プチ失敗、うんうんうん、なんですかね、どんなやつがいいかなまあでもまあ電車でこう乗って始発ぐらい乗って、はいはい、でまあ京急線を4時間か5時間ぐらい往復しちゃった時、それは飲んで起きれなくてってことですか？まあ、寝ちゃってでしょうね。まあ、電車だとあの三浦海岸の方まで行っちゃって、うん、あの終電乗ったんで、はい、で行っちゃってそっちで降りた時にもう本当に畑じゃないですか、マジなんもないんで、はい、でタクシー家までお願いって言ったら勘弁してくれって言われて、帰れなくなるってそういうのとかありますけどね。あとはもうそんな喋れないです。なるほどほぼ言えないですそれが序の口ってことですね。ね、そのぐらいね、皆さんあると思う。なるほどなるほど、はい、まあね、はい、僕聞いたのは、はい、あのカバさんはお酒飲んでも、はい、きちっと朝は、まあ、起きるのは全然大丈夫です。大丈夫なんですよね、はいはい、すごいですね。 その辺はピシッとしてると。そうですね、あんだけ飲んでたのにみたいな、うん、飲むと楽しくなっちゃうタイプですか？楽しくなりますね。あ、いいですね。めちゃくちゃ楽しくなります、ね、何でも楽しくこの感じがもっとあれなわけですね。 あとずっとひたすら笑ってたりとかします。あ、すごいですねじゃああんまりこう、あんまり周りに迷惑かけるタイプじゃないですね。いやでもそれが迷惑になる可能性はあります、ね、どこまでが迷惑じゃないのか、俺は分かんないな楽しんじゃってるんでね。そうかめっちゃ迷惑かもしれないですしなるほど、あの失敗談はこのぐらいしか話ができないぞと。そうですね、そうですね、だから数多くあるんで想像してくださいっていう、はい、そんな顔ですからね、はい、そうですね。あ、なるほど、他にいかがでしょうか。ちょっとこれはね、あの質問というよりこれをいいのかなっていうね、はい、カバヤさん、はい、昨シーズンからカバヤさんのファンになり、ほぼ B コール中止の生活を送っています。最近は母は高島ファンですって書いてますけどね、うん、もう巻き込んで B クロを応援しています。実は12月6日が誕生日でした。お、なのでカメラ目線で誕生日おめでとうと言ってくれませんか。ちなみにその方はラジオネームとかあるんですか？ラジオネームマリーさんですね。マリーさん、マリーさん、マリーさん、はい、ここでこうマリーさん、マリーさんお誕生日おめでとうございます。あ、なんかもう一言ぐらい何か、これからも応援よろしくお願いします。あ、頑張ります、カバヤですこれちょっと永久保存版で、これはもう多分目覚ましの音とかにするんじゃないですか。そうそうそう、あ、いいじゃないですよ ね、うん、それとか着信、うん、着信音とかにぜひぜひ、あの今これ生放送はラジオで楽しんでいただいて、後ほど上がる YouTube でね、おかしいでしょこのラジオ、うん、それで、ね、着信音とかえぐいっすよいやでも好きな人はたまらないわけですよ。いや、そうですよ、さっきのねちょっとあの別で話してたんですけど、はい、サインをたくさんもらいに来る方がね、はい、もうたくさん書いただろうって言っても俺は横浜美子さんだけね、うん、でも欲しいわけですよ。で嬉しいですよね、ありがたいです、うん、本当にこれにも書いてほしい、これにも書いてほしい、はい、これにも書いてほしい、うん、ありがたいです、うん、欲しいですよね、欲しいですよね、うん、好きな選手だったら毎回会えるたび欲しいです私も、うん、でしょ、はい、だからあと誰もらうんですか。たわったり逃がした逃がした逃がした、他チーム行った方が良かったんですけど自チーム来ました、ね、面白いでしょ、気抜いてるなと。あのこのラジオは、はい、あの彼女の唯一さ仕事の中で唯一多分気抜いてるらしくて、はい、なるほど、なんか生でやってますね。いや気抜いてないでちゃんと気張ってますよ、張ってますよ、やめてください、今全然答えてなかったけど、質問しちゃったなるほど、はい、でも良かったですねマリーさんね。いや、おめでとうございます、マリーさん、ありがとうございます、ね、こんなのなかなかないですよ。そうですよ、うん、ということこれから増えるかもしれないんで、はい、ちょっといやでもこういうあのことをやるとすごい止めどもなくなっちゃうん で、 そうです、ね、今日で禁止です。禁止厳しい、ね、いいじゃないですか、今日で終わりです。いや、あ、なるほど、すごい来ちゃうよ、まあ、選抜っていうか選別してあげて、うん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 、その中でもっていうのを小泉さんがチョイスして一人だけにかけるっていうのがいいじゃないですか。あ、でもね、はい、ちょうどあれですカバヤさん、あの、はい、今度、今この放送が12月7日じゃないですか、はい、その次の週はまたあのエスコートレディっていうのをね、はい、うち今企画してまして、エスコートレディですか、はい、あの選手入場の時に、あ、手繋いで入る、女性が手を繋いで入るのか腕を組んで入るのか、はい、
あの今各選手にどんどん今応募が来てますので。あ、そういうのやるんですね。で写真撮ってって感じ。写真撮って、はい、ね、OK です。そういうこう選手の恥ずかしいですか、ね、まあまあそう、まあ、まあでも慣れましたけど ね、 ね、でもやっぱ小さいお子さんとかだったらね、うん、一回あの大人あの仮装かなんか、はい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 、両腕あの、はいはいはい、おじさんたちだった、はいはい、すいませんなんか頭下げて俺もすいませんなんてあれどっちもすいませんって感じなんですかいやいやそんなね気にしないくださいっつっていいです、いやなんかむしろなんかすいませんっつって頭下げながら入ってでもあれいいっすよね。いいですよね。やっぱりこうファンの方ファンで、はい、こうね、こう触れ合うこともあるし、はいはい、であと何ですか、あそこで一回顔を覚えると、あ、あの人また見に来てくださってるなとかってなるじゃないですか。いやもう大体もう本当に分かりますね。そうですよね、はい、そういうので俺ねすごいいいカミングアウトのあれかなと思うんですけど。そうですね、いいと思います。どうですかエスコートレディやってみたいと思いますか。エスコートするなら、はい、誰ですか。サビート中古になりましたね、はい、当たり障りないと。なんでですか、なんでですか、いいじゃないですか、手つなぎたいんですよ。エリベー選手ですもんね、もっと。そうですよ、背大きいし。間違いないです。そうなんです、今そんなことをねちょっとやってますんで、はい、まあ、楽しみですね。そうですね、はい、楽しみにして、はい、そうな、あれね、どうやって選んだかっていうと、はい、ちょっと僕ラジオで前振りしちゃいますけど、はい、あの文章で選んでるんですよ。あ、まあ、なんかそういう応募も、応募今もう終わったんですか。もう今日、先月の30日で、はい、ビーフマンの方に食べに来てもらって応募をしてもらってるんです。でその時にあの熱い思いを書いてくださったらあの審査しますっていう。あ、そうなんですね。僕がこうガッガッとかじゃないですね。じゃないです、じゃないです、でそうするとまあいろいろねこう問題もあるでしょうから、僕はね一番大事にしてるのはね、はい、あのファン歴をね今回ベースにしようかなと。ずっと前から見てましたみたいな人が一番いいかなと思って。いい、ね、だからじゃあそのエスコートレディの時は、はい、選手は自身が手つなぐ方は、うん、めちゃめちゃこう熱狂的な、熱狂的なというか、う情熱的なものを書いたと思って手をつないでください。わかりました、はい、この方はっていう。そうですね、わかりました。1回ぐらいハグしてあげてください。わかりました、はい、ありがとう、ありがとうっていうのでお願いします、はい。他に何かメッセージ来てますか。はい、ですね、これはですね、はい、先週もちょっと話ありましたけど、カバヤさんはどうしてそんなに、はい、あのアレクさんと仲良しなんですか。そうですね、先週もアレクと仲いいってお話をしておりましたけども、うん、また彼の秘密を一つ教えてくださいってすごいこと書いてますね。まあ、まあまあ、みんなと仲いいですけどね、うん、でもアレクさんとはやっぱ一番馬合うよね、はい、僕は外から見てて思うんですけど、ちょっとちょっかい出してるの可愛いんでね、あキャピキャピするするキャピキャピするんですか。それなかなか想像できない。可愛いです、可愛いです。それ可愛いさんだけでしょ。あ、本当ですかね、うん、分かんないですけど、なんすかね、秘密ですか、うん、いや多分、いやこれでも言っちゃまずいかな。まずいっすね。いやまずいかもしれないです。結構ヒゲ濃いっす。全然わかってますよ。結構ヒゲ濃いっす。あ、見えて。あ、知ってました、うん、知らん、うん、まあそうですね、うん、まあ確かにカバヤ選手だからこそかもしれない。いや、うん、怒られるかもしれないです。怒られるかも、ちょっと怒られる可能性ありますね。ちょっと試合の前にちゃんと反ってくるんですけど、はい、あ、そうなんですね。試合終わったぐらいだとちょっと、ちょっと、はい、ちょっと青くなってます。あ、ちょっと大丈夫ですか、言っちゃって怪我の治りもちょっとあれかもしれないですね、もしかしたら。これだけは意外にヒゲが濃いそう。知ってましたかね、もしかして。いいですね。なんすかそれ。いいですね。仲がいいからこそのやつですね、これね。本当に。なるほど。いや、いいですね。あ、じゃあね、僕もちょっと質問していいですか。はい。カバヤさんはそのもうね、ベテランの域と言われるこうね、年数をやってらっしゃるんですけど、はい、今こうビーコールの選手の中で、はい、あ、こいつなかなかいい。すごいなと、自分より若い子で、はいはいはい、これはちょっと見るところあるなっていう選手って誰なんですか、川井さんから見て。あの若い選手があんまりいないんでね、はい、まさか、はい、ま、そうですね。どうします今、質問飛んだんですけど。あの、飛びましたね、はい、誰かが来て質問飛んだんです。いや、びっくりですね、川原選手、うん、あの酸素カプセル明けのアレクさんが登場で、はい、今さっきアレクさんの秘密をちょっと、秘密言えって言われて、やめてください、変なこと言う。いや、マジ結構マジ使えないレベルのやつ言っちゃいましたね。あ、言っちゃいましたね。
やばいな、うん、ということで、はい、なんと、はい、港屋アレクシス選手が急遽入ってきてくれました。参戦すぐ帰りますいきなり来ましたねびっくりでしたね、はい、本当に今ちょうどアレックさんの話題で盛り上がってたところだったんですよ。質問で多分アレックの秘密を教えてくれて、はい、俺に対しての質問じゃないよね、はい、なんて言ったんですか。いやいやそれは本当にあの放送聞いて、はい、放送聞いてください。多分マジでガチで怒るかもしれない。ちょっとそんなに やばいマジやばいやつ言っちゃった。でもこれちょっと今だと、そうですねそうですね、わかりますね。私もはいわかります、わかります、うん、いや怖いからあそこでちょっとね、せっかくアレクさん来ましたんで、はい、そうですよ、今のこう怪我の状況とかちょっと言っていただけると今日メインですよね。メインですけどちょっとねせっかくなんで、せっかくなんでいかがですか。じゃあこれ喋って帰ります、はい、いや順調です。あよかった、はい、本当ですか、はい、よかったです。皆さんに お会いできる日はどうなんでしょうね。プレーできる日はどうですかね。なるべく早く、なるべく早く、うん、せっかくアレクさん来てくださったんで、うんうん、さっきはカバヤ選手がアレクさんの秘密だったんですけど、うん、アレクさんちょっとカバヤ選手の秘密を教えてください。いいじゃないですか、いいじゃないですか。ピー入りますよ、ピー。俺そんなん言ってないよ。危ない危ない危ない。ここ危なそうですね。ちょっとね、ラジオでは言えません。ラジオでは言えない。でラジオが終わったらで好きなところとか、カバヤ選手のどこがこう素敵ですか。アレクさんって結構ね、ほら。いっぱいありますよ。うわカバヤさんの好きなところ。優しいです、とりあえず。もう怒らない。何言っても怒らない。何言っても怒らない。でも俺後輩からいじられたことないんで。あ、そうなんですね。多分俺いじられたとは思ってない。いじられない。めっちゃいじってます。気づいてないやつですね、やっぱり俺。やっぱ気づいてなかったです、俺。いじられてるんだな。いいですね、それがいいわけですね。なんだろう、なんか気を使わなくていい、楽っすね、一緒にいて。使えや先輩やそうでしたここですね、ここですね、そういうところですね。ご飯食べても俺がね、あの水持ってたって。そういえば、そういえば足悪い。あれですよさあ、初めてさ、はい、アレクさんにラジオ来てもらった時に、はい、前にほら、先にご飯でも食べて温めましょうよと、はい、アレクさんあんまりこうね、初めての人と喋るのが苦手なんで、はい、そしたら保護者でカバさん連れてっていいですかって来てましたよ。これでしたよね最初ね。そうですね。僕最初の人となかなか話できないんです。はいはい、それでカバさん来て、はい、来ましたね一緒に。次からカバさん付きで僕の時はしょうがないねお前本当に。漫才でもない。今日酸素カプセル一緒に入るぐらいのこと言ってましたもんね。いや本当に入ろうと思ったんですけどね、時間的に時間なかったです、うん、はい、いやいいですね。いや急遽入ってきていただいていろいろなんかお話もしていただいていやいやありがとうございました。いや、まあ、ちょっとそのまま行ってください。行ってください、せっかくだから。あ、そっかそっかそっか。じゃあありがとうございます、はい、ありがとうございました。すいません、お邪魔しました。ありがとうございます。なんだこれ、なんだこれ。びっくりでしたね、カメラさん。びっくりでしたね。見た瞬間二度見しましたよ。そうですよね、私も来たって思いましたもん、びっくり。大好きすぎて来ちゃったね。恥ずかしいです。でもちょっとやっぱキャピキャピしてましたね。キャピキャピしてね、ね、してましたよね。でもなんかお互い顔がなんかにやけちゃってなんかでも恥ずかしいですよね、いきなり。そうですよね。何なんですかこの途中参戦のラジオ。いや新しいですね、今までないパターンですもんね。そう、質問飛んじゃったじゃないですか、ね、そうですよね、はい、何でしたっけ。なかなかこいつはいいなという。あ、そうですね、選手、新しい選手、今若手の選手ってことです。そうですね、うん、うちのチームってことですよね。はい、そうですね、やっぱりリオとかはね、本当にやっぱアメリカ経験してますし、うん、あとやっぱね、ハートっていうのは本当強いですし、これから、うん、まあ本当まだ若いですけどもね、うん、全然良くなっていく選手、ポイントガードなんじゃないのかなっていうのが本当にすごく感じますね、うん、はい、リオ君やっぱりハートが強いですよね。ハートが強いです。はい、あ、例えばどんなところですか。やっぱもうやっぱ慣れてるんですよね、やっぱ外国人選手とかね、やっぱ大きい選手とやるなら多分慣れてるでしょうし、やっぱりやっぱスキルもそうですけども、やっぱりもうガンガンリングに向かう姿勢とかね、っていうところではやっぱまだまだこれからね、やっぱ伸びしろってのはいっぱいありますけども、まあ本当に期待できるような
あとまあ丈太郎もね、まあ、やっぱ本当に能力すごいですし、運動能力って言ったら本当ピカイチだと思いますけどね、もうちょっとあの頭使えたな能力に物言わすタイプでね、後々能力なくなった時に困るんでね、うん、それは川さんがこう英才教育してくれた、いやいや、もう家めちゃくちゃ近いんで、チャリンコで行ける距離いいですね、ムツーラなんで、僕オッパマなんで、めちゃくちゃ近いんですよ、なるほどなるほど、それもちょっとバラしちゃって大丈夫ですか住んでる場所もう散々この前オッパマオッパマ言われたそうですよ、FM そうですね、まあ、散々言われたんですよ生放送でそうですね、今更ですかオッパマみたいなこと言われてますからね、まあ、ちなみに MC の豊島さんもね地元一緒なんで、あ、そうですね、オッパマ一緒なんですよね、はい、そうそうそう、オッパマのヒーローですからね、ないです、オッパマぐらいで広いんでねそうですね、広いんですよ能力なくなった時困るだろうってね、いやそうですよね、でもやっぱバスケはこう頭使いますもんね、いやめちゃめちゃ使いますね、ね、はい、だからなんだろうな、こうもちろん体の能力もそうなんでしょうけど、はい、こうしっかりこう戦術というか、はい、いろんなもの練り込んでいくのがね大変なんで、うん、ぜひ丈太郎選手にこう、いやでも本当に良くなる選手だと思います、うん、でもやっぱ加賀谷選手のようなこう先輩であり、なんかお兄ちゃん的な存在であり、ちょっと父親的な存在でもある人がいるっていうのは、そういう若手の選手にとっては本当大きいですよね。そうですね、うん、チームにとっても本当に大きい存在なのかなっていうふうにね、うん、思うんですけど、加賀谷選手あの、はい、まあ、まだ今シーズンも長いですけども、はい、こう自身のプレーでこうもっと磨きたい部分とか、あとはこういうところに注目してもらいたいっていうのはありますか？そうですね、やっぱこう今のこの状態結構タイムシェアとかしている状態なので、やっぱその出てる時には本当にもうコートで 120% 出せるように、やっぱ勝つために少しでもね、チームの、あの力になれるように、まあ、まあ自分の、まあ、プレーとしてはやっぱもうちょっとね点数に絡みたいなっていうのもありますし、やっぱ限られた時間の中でね自分のパフォーマンスもちょっともう少し出せたらいいかなと思ってます、はい、はい、ありがとうございます。それではあのいつも応援してくれているブースターの方に最後にメッセージをお願いします。はい、このカメラ目線で、はいはい、いつも応援ありがとうございます、常にあの会場でね一緒に戦っていただいてすごく嬉しいです、これからもっとチームが勝てるよう頑張りますんで、応援続けてよろしくお願いします。ありがとうございます、というわけで2週にわたりお迎えしたゲストは横浜ビークルセアーズ背番号3番加賀谷雅之選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。天然素材だけで作る家、体に悪いものは使わない、すべて無添加、無添加住宅、ご用命は正規代理店へ。本日のゲストは横浜ビーコルセアーズ背番号3番加賀谷雅之選手でした。いや小泉さんいかがでしたか？いや楽しかったですね。楽しかったですね途中に途中なんかアレクさん来ちゃって ねどういうことですかみたいな、びっくりしましたね。しかもちょうどアレクさんの話題で盛り上がってる時にね、打ち合わせなしなのに、なんかこうモノマネ番組のご本人登場みたいな感じでしたよね。でしたね。びっくりしちゃったんですよ、まあ、2人の仲の良さもね、すぐ見れて、はい、面白かったですけど、ね、加賀谷さんがね、結構喋りがうまいというか、いやもう本当ですね。ねえ、びっくりしました、はい、話すこと話すことが面白いんで、うん、いやもう本当に加賀谷選手のような、うん、ああいうこう元気に盛り上げてくれる方がずっとこう7年っていう長い時間チームに関わってくれてて、そうですね、うん、すね、まああとああいうキャラがあるんで、そうですね、ミスタービーコルなんじゃないですか、ですね、まさに本当に、うん、プレーはもちろんそうなんですけど、その人柄というか、はい、あれがミスタービーコルなのかなって僕は思いますけどね、いや、うん、もっと大好きになっちゃいましたね。よかったです、はい、ということで、うん、受験情報センタープレゼンツ賢者の砦で来週もお楽しみに。パーソナリティは村上めぐみと小泉秀明でした。積んだ気分